鍵は確かに渡したよ。なくさないでくれたまえ。女子に人気の2年ゴーとレンヤか。気取ってやがんな。掃除が済んだら準備室に鍵をかけて必ず森村先生まで届けるように頼んだよ。はい。お先に失礼する。わざわざすみません。ゴート先輩は大人びていて、とても同じ高校生とは思えない。ゴート先とても同じ高校さ、あと少しよ。さっさとやっちゃいましょう。私はそこの器具洗うから、ビーカーを棚に戻してちょうだい。腹が減ってるって掃除当番なんて。ひ芝君、文句言ってないで手を動かそうよ。なーに、ボソボソ言わないで、はっきり言いなさい。土曜日の掃除当番なんてついてないなって。順番なんだから文句言わないの。ビーカー片付けてくれた？今からやるよ。ビーカー片付け、今からやる。ゴート先輩かっこいいし頼りになるよね。熱烈なファンがいるのもうなずけるな。ビーカー片付け、今からやる。掃除なんて、掃除な、ビーカー片、今からやれ。ビーカー、今からやるよ。これどこへ片付けるの？ビーカーは後ろの大きな戸棚よ。ここに片付けるのか。これもだな。ビーカーは全部片付いたな。片付いたわね。あとは掃き掃除ね。何？うん、さっきからじっと見て何？顔に何かついてる？あ、ごめん。昨日見た夢に出てきた人、やっぱり冬坂さんだと思って。私の夢？黒いつなぎ姿のすごく強くて魅力的な女性だったな。そう、それって例の夢の話だよね。どんな夢だったの？話すのはちょっと恥ずかしいな。映画の影響だよ。いいから、どんな夢か教えて。きっと、いいから。僕とその女性が過去に戻って、滅亡の未来を回避するためにその原因となる施設を爆破したんだ。でもそのせいで犯人として警察に追われて、銃撃戦で二人は離れ離れに。私犯罪者なの？正義のためさ。
でも面白い。どうなったか気になるわね。もっと詳しく話そうか。撃たれたの？見せて。大したことはない。私もしくじったわ。研究員を一人仕留め損なった。施設は全部潰せた。上出来だよ。宇宙計画は白紙に戻るはずだ。これで未来は変わったかな。同じ結果なら、俺たちが殺した善良な市民は死に損になるだけだ。巡視艇だ。先回りされていたのか。援護する。君は先に行け。作戦と違うわ。俺は走れそうもない。あなたを置いていけっていうの？今日を生きるのが先決だろ。過去に研究施設を研究員冬坂さんに似た人が仲みな三浦君を家に薬師寺だけで僕のめちゃくちゃ1900春今も大変だ。十郎網口君多分さすが。そんじゃ準備。もうちょっと野暮用があってさ。網口くんの家に遊びに行くの連日だと迷惑。俺がゲン。うさみちゃん最近おかしいの？大丈夫？網口くん、うん、その上実質に時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ心配。なんで買ったんだよ。ゆりちゃん一緒に帰ろっか。ごめん用事が。ゆりちゃんも、ま、読んだらか。網口くんのそうだ。こんなことしてる。学食行こうぜ。ゆっくりしてるとカバン忘れんな。学食行こう。ゆっくりしてるカバン忘れ。みわちゃんごめん。しょうがない。乙女と網口くんなら外の自販校庭の給そうそう。あ、そろそろ行かないと。網口くん校庭の休憩。何？自販機が並ぶあそこか。私も行こうかな。よし行くぞ。みわちゃんまたね。またね。うん。さてと帰ろうかな。
皇帝の気ゆっくりしてると。最近学食の焼きそばパン数が少なくね。たくさん買ってくだんしがいい。十郎、夕ご飯食べるでしょ。作っておくわね。学校でそういう話はやめてよ。芝くんがいるのに。芝くんがいるから声をかけにくい。夕ご飯食べるでしょ。作っておくわね。いいな。つけたぜ、俺のゲームセンター。円盤が地球にの橋の上に、あの今ではこのアンドロイドまで出てくる。変そういうこの前アンドロイド網口くん。なんだ、どうしたの。今日も一緒にいていいかな。別にいいけど。それじゃあ今日は君の家にでも行こうか。え、十郎ん家？ダメダメ、家に保護者行ってみたいな。俺の家に行ってみたいな。ばあちゃんは親戚の家に行ってる。こいつんちボロいテレビだけだぜ。でも今はちょっと面倒な曲がり人がいてさ、だからまずいんだ。そっか、じゃあ俺の家行くか。心の友よ。うん、そうと決まれば早く行こうぜ。線切れ、このランプついてるの初めて見た。あ、いつも買ってるやつ売り切れだ。新譜の CD がこんなに。テレビ台の下にはレーザーディスクもあるし、すごいな。見えねえ、見えねえ、見えねえ。やっぱいいな、網口んちはゲーム機が何でも揃ってる。さすが金持ちのお坊ちゃん。
羨ましいぜ。やっべ、無理無理、今話しかけんな、集中力が途切れる。もう一回、もう一回だけ待ってくれ。次に死んだら交代するから。見えねえ。喉乾いたって言ったろ、ジュースでいいよな。ありがとう網口君。見えねえ、見えねえ、見えねえ。もう一回、次にし、暗くなってきたな。もうそろそろ飯食っ。海に出るか。一緒に行くだろ。上がるぜ。この前もラーメン代出してもらったし。悪いよ。じゃあ今日はもう帰るのか。行くけど自分で出すよ。ちぇ。今日は自腹か。見えねえ。あ、ビデオを見てくれた。君のおすすめだからな。もう全部見たの？どうだった？マニアックな筋書きだった。意識だけになったマッドサイエンティストがアンドロイドの体で復讐していくだなんて面白かったけど一般受けはしないな。B 級 SF ホラーの名作だよ。見えねえ。もう一回、次に死んだ。見えねえ。どうした？網口くんが持ってるレコード、洋楽ばかりだと思ったけどこういうのも聞くんだ。稲葉みゆきって最近人気のアイドルだよね。試しに買ってみただけだよ。腹が減ってきた。飯食った後帰るのか。網口くん、もう少しここにいたら迷惑かな。今晩も親父は愛人のところだろうし、俺一人だから別に構わないぜ。ありがとう。なんか家に帰りたくない理由でもあるの？それは同居人が。いや違う、問題は僕だ。一緒にいると僕が役指示を。ともかく飯行くか。見えねえ。行くよ。ちょっと待ってよ、これだけ。ついでにレンタル屋行ってなんかビデオでも借りてこよ。そうだ、忘れてたビデオ。また忘れないうちに渡しておくよ。あの SF ホラーの続編持ってきたんだ。じゃあ飯食って戻ったら一緒に見るか。これ僕はやめとく。ホラーの気分じゃないか。ごめん、違うよ。最近ビデオの見過ぎなんだと思う。怖いんだ、変な夢ばかり見るから。またなんか見たのか。
僕がおかしくなってみんなを殺して回るんだ。犠牲者に冬坂さんや網口くんもいて、それに彼女も近くにいると不安になるんだ。僕は薬師寺を本当に殺してしまうんじゃないか。ひどいこと。あなたは僕たちを助けるために未来から来たんじゃないのか。いだ、違ったんだよ。お前たちが原因だったんだ。どういうことだ。お前たちの体のナノマシンがダイモスの群れを呼び寄せている。お前たちが生きている限り奴らはやってきて全ての時空を滅ぼす。嘘だ。すまない。撃たれたの見せて。これ君のためだ森村。過去に研究施設を爆破し研究員を撃ち殺したんだ。冬坂さんに似た人が仲間。うさみちゃん、大変だ十郎。網口皇帝の。さすが。そんじゃ順。おっと、
そういや帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど、またちょっと、稲葉みゆき、うちラジコ、なんで買ったんだよ。プリ、森村。行かないと。美和子はいつものまんまだ。なんだよ。何よ。しょうがねえな。俺はみ。いおりちゃん。おっと。一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。いおりちゃんもか。ちゃんごめんね。しょうが、アミグ、乙女、アミグ、外の豪邸の、そうそう、お、そろそろ。ミワちゃん、またね。うん。さてと、帰ろうかな。現実にはあっちの階段。十郎、夕ご飯食べるでしょ。学校。今晩はハンバーグよ。好物でしょ。やめろよ。一緒に暮らしてるのが学校にバレたら退学だぞ。私は。別に構わないけどな。何言ってんだよ、困るよ。ごめんなさい。秘密だもんね。気をつける。早く帰ってきて、待ってるから。早く帰ってきて、待ってるから。待ってる。参ったな。家帰ったって落ち着きはしないよ。思春期の男女が一つ屋根の下だなんて。薬師寺は何を考えているんだ。突然現れた時からおかしな子だもんな。おかしい。玄関の鍵、空き巣とか入ってないよな。あれ、君は同じ学年の。え、40年越しね。またこうして触れ合えた。ちょっと待って、なんで君がうちに。今日からお部屋を借りる薬師寺めぐみです。よろしくね。
冗談だよね。家主の倉部珠緒さんから賃貸契約書も預かってます。ばあちゃんが？引っ越し荷物も運び終わりました。確かに余った部屋に曲がり人を入れるって聞いてたけど、まさか同じ学校の女の子だなんて。何考えてるんだばあちゃん。いやいや、やっぱりダメだよ。ばあちゃんは今月ずっと島根の親戚の家に行ってて、家には君と僕の二人だけだ。こんなの学校にバレたら退学になるよ。それでも私は構わないけどな。え？さて、お夕飯の準備しなきゃ。これからお世話になるお礼に。ごちそうを作るから期待して。やっぱり困るよ。倉部君？先生。どうしたの？考え込んで。具合が悪いの？ええ、そんなんじゃないです。そうだ先生、保健室に行くとこだったんです。あら、何かしら。そうだ先生、保健室。あら、何か。また忘れたでしょう。あら、ごめんなさい。助かったわ。ありがとう倉部君。保健室まで行かなくて済んだ。芝君、網口君を見つけたかな。そういえばこの前アンドロ、彼女は僕への距離が近すぎる。だから変に意識しちゃって、どう接していいかわからないんだ。それでどうするの？薬師森村に許可はもらってるわ。なるほど、そうだとしても非常に良くない。重郎の状態にも問題がある。このままにはしておけない。重郎をまだ利用する気なのね。許さない。お願い、もう重郎を騎兵に乗せないで。今戦えるのは彼だけだ。約束はできない。君が彼に対し特別な感情を持っているのはわかる。だがもう泉じゃない。泉、彼は倉部十郎で、今は別の人間なんだよ。
新しい人格は不安定だ。君に危険が及ぶ可能性も。重郎はきっと治る。戻してみせる。比べ重郎を消去したとしても。え？それは無理だ。説明したはずだが、泉の記憶は完全に残っていない。困った人だ。君のために言っているんだ。放っておいて。ダメだ。四季島の施設に戻るんだ。戻らないと言ったら。困った人だ。君のために言っているんだ。放っておいて。ダメだ。四季島の施設に戻るんだ。泉、戻らないと言ったら。確か東雲先輩も僕をそう呼んでいた。そういえば保健室で泉十郎の書類を見たな。ダメだ。四季島の施設に戻るんだ。戻らないと言ったら。クラブ十郎、聞いていたのか。今の話、何のこと？泉って誰だよ？今晩は、重郎の好物を作るの。だから、外食せず、帰ってきてね。僕が別の人間、泉十郎。バカバカしい。だけど、なんだろう、この気持ち。薬師寺が好きなのは泉。大変だ重郎。網口皇帝。さすが。そんじゃ準備。僕を、そういえば泉一、まだ途中だった。帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど、またちょっと野暮用があってさ。網口君の家連日だった。めえ、俺がゲ
ま、私も行く。ミオちゃん、またね。うん。あみ、そうだ、こんな。外と校庭の休憩所、ゆっくりして、カバン忘れん。ゆっくりしてると最近学食の焼きそばパン数が少なくね。たくさん買ってく男子が。こ今日は、ああ今日はちょっと行くとこあってさ。そっか、悪いな。いや、こっちこそ。がっかりだ、正直泣きそうだが、がっかり、正直泣き。釣りす、このランプついてるの初めて見た。あ、いつも買ってるやつ。正直な、悪いな。いや、南三浦君、いや僕め、大変だ十郎。網口くんがいないんでしょ。校庭の休憩所にいると思うよ。さすが話が早いぜ。そんじゃ準備していくぞ。おっと、まだ途中だった。帰りにクレープ行きたい。またつ、うん、なんかよ。いや、そのそういうわけでは。稲葉美雪のカセット買ったんだ。ブーチラジカセ。なんでか。最近なんだか。美和子。何よ。いおりちゃん。おっと。一緒に。ごめん。いおり。しょうがない。一人。網口くん。影から一目覗いてくか。乙女というかちょっと怖いよ。網口くんなら外の自販機のとこにいたよ。校庭、そうそう、そろそろ。私も行こうかな。美和ちゃん、またね。またね。うん。さてと帰ろうかな。置いていくなよ。校庭の休憩所、ゆっくりしてると。おいおい、校庭行く。
大変だ。網口皇帝の、さすが。そんじゃ準備す。うさみちゃん、そういやまだ途中だった。プリン森、帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど。ごめん、プリンと。またちょっとやぼ用があってさ。残念。階段で話してたことなんだけど。この間階段で話してたことなんだけど。階段で待てよ。立ち聞きして悪かったけどさ、ゴート先輩と変な話をしてたよね。泉十郎って僕のことなの？教えてくれないかな。十郎は十郎だよ。私のことを覚えてないのは寂しいけど。保健室にはあっちの階段が近いな。金学食の焼きそばパン、数が少なくね？たくさん買ってく男子がいるらしいぜ。先生いないな。階段での話を彼女に尋ねても寂しそうな目をしてごまかすだけだ。泉、確か死ぬ僕を、そう、泉中過去、滅、研究室、研、冬、みな、三浦、や、僕、めちゃく。先生はいないけど、アンケートのプリントは、ここに置いとけばわかる。ここで泉十郎の書類を見たのに、置きっぱなしにはなってないか。東雲先輩、
無事だったのね。ひどい状態と聞かされていたから、私てっきり。先輩、僕はクラベ、クラベ十郎です。そうだったわね。そうね、覚えてる。東雲先輩も知ってるんですね。泉十郎。泉十郎はあなたよ。今のあなたは作られた別の人格。作られた？何のために？私もあなたも事件で記憶を失った。精神に深刻なダメージを負ったわ。あなたの症状は特にひどかったと聞いてる。私も記憶が消えていく。この会話も覚えていられるかどうか。事件って何の？未来で起こった事件。あなたは過去のこの世界で治療を受けた。未来？まさか。あなたは泉十郎よ。そんな話とても信じられないよ。でしょうね。そんなとても信でしょうね。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕、クラベ十郎。信じられたけど本当ならこれが違和感の原因だ。そんな話とても信でしょうね。まだいた。芝君、うん、どうしたの？網口どこにもいないんで、お前を探してきたんだよ。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。あなたもね。しょうがねえ、今日は諦めて。網口め、明日は絶対逃がさねえ。17番騎兵というのはトライポッドと戦うために作られた BJ が乗っていたロボット。彼の名は BJ。 悪い宇宙人から地球を守るために
文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。 UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインブラック。してないと見つかっちゃうよ。ラクセット継続で行きたい。部活もうすぐ終わるからね。ね、ね。ラクセット継続。ラクセット。ラクセロ、行こう。ロッカーに閉じ込めたのは悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないのよ。朝説明したじゃない。こっちょ。学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。静かにしてないと MIB に捕まるよ。この辺うろうろしてるんだから。やつろ、静かに。この辺うろうろ。休み時間にも来るから、静かにしてるんだよ。わけだから、いい子にしてて。今度は出てきちゃダメだよ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。やつろ、静かにして。この辺うろうろし、私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いとけない。部室には放課後まで誰も来ないし、ロッカーの中ならまず見つからない。夏の名だよね。ぎく。え、なんで？いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。なんなのそれ、時計？
それはその秘密、また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと先輩に怒られるよ。危ないな。もう行ったよ。タンクの気泡とタンパク。ふん。おっと、危ない危ない。機密情報が丸見えだよ。もしも BJ が見つかりそうなら素早く体育バッグに隠せばきっと大丈夫。もしも BJ 素早くきっとだ。もう分かってるの？見つかったらエリア51で解剖なんだよ。待ちなさい。しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。な、待つんだ。まだ追ってくる。どうしよう。待ちなさい。まだ追ってくる。どうし。
階段にも黒服がいる。南じゃねえか。尾形君、どうした。UFO が現れ、かつそれが黒服の男に追われてるの。なんだ、あいつらに何かされたのか。どうしよう、捕まったら解剖されちゃう。何、むかれちまうってのか。ん、服を。宇宙服？そりゃ全部よ。きっと隅々まで調べられる。な、裏山、いや断固許せん。心配すんな、そんな変態行為放っておけるか。お、こっちに来る。階段にも黒服がいる。今誰かいたぞ。てめえら校舎で何してやがる。ユキちゃん、ちょうどいい、手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。まだその辺にいる。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。いいぜ、特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい、我々が捕らえる。でどんなやつだ。嘘よ、ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん、ああ、よし。先輩、どうしたんですか。ミナミ、また物質が荒らされてる。それに見てろ。見るんです。こっちで静かに。洗濯カゴだ。うん、見たか、ミナミ。まずい、これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。
仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて、 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。よくやっぱ部室に6か17トライ BJ。私の南の目覚まし時計なんですよ。時計？いえ、これ私の。彼の名は BJ、 悪い文明 UFO 活動、それが秘密情報。もしも BJ 素早く そんなの持ち歩いてんのか。その、これじゃないと時間わかんなくて。でっかすぎない？あれ、その格好で帰るの？ああ、ちょっと急いでて。待ちなさい。今度はどこを探すの？
セクター1って。セクター1、探索区域。リレー発信ならず。そっか、残念。セクター2って？トライポッドがいたところか。今は行ける。その下のは？セクター5、1945年。過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。アクセスコード承認。セクター指定。カビ臭かった旧校舎だ。すっごい木の香り。だって間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。ラケット。わかってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは、3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。チラッと見てきたらダメかな。ダメよね、わかってる。騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知稼働中の。騎兵、ドローン稼働。表記は違うけど、ここが私の教室だ。表記はち、ここがわた。誰か来た。隠れなきゃ。時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。どうしてです？ごまかさないで。私分かってた、あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。
待って、忘れてはいけないの、あれが助かる方法よ。ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。今のゴート先輩どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね、そっくりだし。あやめ峠だ。え？彼女話してた。あやめ峠って公園のあるとこ？ごめんごめん、向こうが気になっちゃって。やつどこ？ごめん、向こうが気に、もしもつば、きっと大丈夫。勝手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが勇気。17番トライポッド BJ。 そっか、17番って言ってたね。BJ の仲間はどうなったの？消滅。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。 BJ。 それよりこの機械システム変更原因を迂回して。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この時代の技術では。では明日マルハチマルマルに。誰か来る。当時博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。だのになぜだ。いかんな、これでは高利さんのようだ。セクノ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや
号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの？今度はこっちから誰か来る。もう。19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか二人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ、三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。ドージ博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除っと。もうここに用はないが、保険をかけておくか。よし。これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いでここから。うん。BJ、 あ、誰か来る。 BJ、 隠れて。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？え？帰れないの？在籍完了まで78。そんなにここにいられないよ。未来に帰る他の方法ないの？安全か。騎兵。なんだ今の。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。
誰だ隠れているのは。待て、君は。はい。記憶をこの世界森村の死確保で誰か死んで森確か桜子確かだ思い出す折りたたま4何の巣持ち来るケイフラスパワー不思議だ俺はこの銃古い通信範囲折りたたま44何の冬何か応答しろ聞こえるか折りたたまれた紙には44何の数字応答してくれ。誰だ。君を助ける仲間だ。仲間。あそこまでやるとは思わなかったが森村の件はよくやった。あの指示書はあんたか。俺は何も覚えて。だからこうして連絡。いいか、誰も信用するな。それはあんたも含めてか。それくらい慎重な方がいい。この世界から脱出できなくなる。出まだ動くな。そのあたりにいる黒服はこちらで何とかしよう。また追って連絡する。切れた。誰も信用するなか。俺の映像も脱出の話をしていた。おとなしく連絡を待つべきか。いや、それこそ信用するな。折りたたま4何の巣。被害者もこの手帳の持ち主も桜高校だ。この女子生徒が何かを知って。
日も姿を見せないから心配してたんだよ。でも無事でよかった。かなり親密な関係のようだ。だが誰も信用するなか覚えていないことは伏せて、彼女の出方を確かめてからだ。どうしたの？どうした？冬坂伊織、君は？私は前に伝えた通り、あなたのことが片思いかもしれないけど、これは君のだろう。私の生徒手帳、どこかに落としたと思ったのに、 A 君が拾ってくれていたのね。ありがとう。この薬も君の？薬？うん、それ A 君が飲んでた薬じゃない？そうか、そうだったな。何の薬？どこか悪いの？大丈夫。いえ、森村千尋、ここの養護教諭だろう。ええ、先生がどうしたの？もしかして。あれからしばらくして先生ずっと休んでるし、何かあったの？あれから？森村先生の秘密を聞いたあの日から。いや別に、森村の秘密、運命を受け入れる必要がある。死んでいたの？あ、いけない、一限始まっちゃう。 A 君は？保健室に用がある。でもあの人たち学校の中にもいるよ。ああ、学校が終わる頃ここにいてくれる？私案内する。わかったよ。また後で。運命を受け入れる必要がある、森村千尋がそう言ったんだ。思い出しかけてるのに、確かあれは森も思い出した。
確か。こんなところにいたのか。下見をしておこうと思って。この夜景ももうすぐ見納めだな。そうね。相当な被害が出るだろう。セクター1では準備が間に合わず手の打ちようがなかったけど、ここでは違う。奴らを防いでみせる。そう願いたいよ。騎兵を19機も準備できたわ。戦闘シミュレーターでもいい結果だった。だが敵も同じままだという保証はない。勝てるかどうかは結局運次第だ。最悪の事態を想定しておきたい。もしこれで負けたら、もう一度ループして最初からやり直そう。その方が勝算がある。この世界を見捨てて。いいえ、もう逃げられない。これで決着がつかなければイージス作戦で行く。ループを閉じるのか。ここから誰一人出られなくなるぞ。少なくとも私たちは生涯を全うできる。廃墟となった世界で追い果てるだけでも。その時は我々も運命を受け入れる必要があるわね。だがそうならないよう、ここで奴らを倒すのよ。そうすればこの世界から。関ヶ原君。聞いていたのか。正直あんたらがどこから来てどういうやつかはどうでもいいんだ。怪獣から逃げ出さず俺の町を守ってくれるならな。騎兵に乗って守るのはあなたよ。期待してるわ。どうした？私に話がある。確認に来た。例の約束を守ったら涼子先輩を利用するのはやめてくれるんだな。彼女を利用してるつ。これからはもっと。まだな。参考までに聞いておきたい。まだ参考までに。第三世代だけでいいのか。騎兵の命令権限をあんたに変更するのは。ああ、約束通りシステムを更新しておく。だがなぜ俺にやらせる。直接森村に相談。彼女に知られることなく指揮系統をこちらに。状況によっては彼女が暴挙に出る可能性がある。今そこで森村が言ってたイージス作戦とかいうやつのことか。うん、そうだ。ループを閉じるだと。一体何の話だ。俺たちの生きる街を見捨てるのなら絶対に許すことはできない。この作戦の内容を把握しておかなければ。ループ、俺たち絶対この作戦。イージス作戦。侵略者の狙いは中枢の。奴らの攻撃には反応でき。ない。だからこちらからターミナルに。ターミナルのイージスシステム。自己防衛機能。いいことじゃないか。その結果
タイムマシンが使えなくなり、二度とやり直しはできなくなる。それの何が悪い？勝てるなら俺は別に困らないぜ。この世界の時は止まり、全てが来る。おそらく最後は廃墟に我々だけが取り残されるだろう。好きにはさせん。行くよ。僕が出るよ。